つくださき校は、北海道、美幌町出身の女子自転車競技選手。北京オリンピック自転車女子スプリント日本代表選手。北海道釧路星園高等学校を経て、北海昇科大学卒業、同大学研究生を経て、現在はフリー。高校時代までは、スピードスケートの選手であったが、北海昇科大学に進学してから自転車競技へと、転身。 そして自転車競技選手歴1ヶ月ながらも大学1年時の2004年5月に開催された東日本学生選手権の個人追い抜きで優勝を果たす。その後はトラックレースの短距離選手として活躍を続け2006年に開催されたアジア競技大会にも出場。そして2007年6月南アフリカのケープタウンで開催された 世界選手権自転車競技大会 B のスプリントで見事優勝し、同じく同大会のポイントレースで優勝した渡見里美とともに北京オリンピック代表内定選手となった。この他この大会では競輪も制し2冠を達成している。また、同年10月に宮城県の台湾町で開催された全日本自転車競技選手権大会のスプリントでも、 優勝を果たした。2008年、北京オリンピック日本代表選手として、自転車トラックレースに出場。参加選手12人中12位の成績に終わったが、同大会同種目金メダルに輝き、また、同種目の、現世界上でもあるビクトリア・ペンドルドンや、8度の、世界一に輝いたナタリア・ツイリンスカやといった、競合との対戦を経験した。 ありがとうございます。